柴田政権は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属していた元町教師、元騎手。実定にそれぞれ元騎手の柴田正人と柴田俊明がおり、騎手時代は柴田三兄弟として知られた。青森県出身。1946年、青森県上北郡上北町に農家の次男として生まれる。おじに当時騎手であった柴田藤尾がおり、実家は 藤尾の勧めで競争馬生産も兼業していた。中学校2年生の時、名古屋競馬場で初めて競馬を現地観戦したことをきっかけに騎手を志し、中学卒業後に馬事公演騎手要成長をきっかけに第13期生として入賞した。終了後、中京競馬場で調教師に転身していた藤南の旧社に所属し、1965年に騎手デビュー。 当年20勝を挙げ、民放競馬記者クラブ賞を受賞した。翌年には、ミス発来王で、京都牝馬特別を制し、重賞初勝利を挙げる。以後長らく年間20勝前後を挙げる、中堅騎手として、活動を続けた。1974年10月27日の、京都開催では、政権が、スカイシーダーで玉椿記念、正人が相手指導で、京都馬特別を制し、 史上初の兄弟同日重傷制覇を達成。同日勝利ではないが、末定の年明も重傷に勝利しており、中央競馬で3兄弟による重傷勝利は他に例がない。1980年代に入ると年間成績は10勝前後で、推移、1987年から1989年はいずれも一桁勝利に終わった。 翌1990年には調教師免許を取得し、同年2月をもって、騎士を引退した。通算4260364勝、10章9勝。なお、マサトのデビュー以降、それぞれの名前は柴美、柴田見、柴田人と略記されていた。1991年、滋賀県立東トレーニングセンターに、自身の旧社を開業。初出走は、 同年3月9日の小倉競馬第9競争の橋トで3着。初勝利は同年4月6日、京都競馬第2競争に同じく橋トで挙げた。騎手は9社の主戦騎手といえる和田隆二のほか渡辺義彦、熊沢重文を起用することが多い。2015年10月20日付で体調不良により調教師を優退。通算成績は、 中央競馬4234259勝、地方競馬119戦16勝、ありがとうございます。